アイドルグループ、なにわ男子がデビュー2周年を記念して生配信を行った。週刊文春によれば、メンバーの高橋恭平が黒木ひかりとの交際を報じられ、二人が同じネックレスを持っているとの疑惑が広まった。これにより、アイドルグループのメンバーの熱愛が今年3人目として明るみに出ると、生配信のコメント欄は賛否両論で大荒れとなり、2周年おめでとう、との祝福の声とともに、ネックレスは、や、熱愛について説明して、といった様々な意見が投稿された。